はい、こんばんは。こんばんはとしちゃった。吉田のりまさです。はい、今日もね、英語いきましょう。こちら。三人称単数現在形の疑問文ですね。はい、前回ね、文法のところでやりました。同じことですね。おさらいというか、おさらいみたいなもんですね。はい。三人称ですね。I は一人称。You が二人称。he とか she とか it とかですね。が三人称ですね。三人称単数。三人称複数。ちなみに言うと複数はですね、they とかですね。彼らは、彼女らは、などが三人称。複数です。これは単数ですね。she とか he とか it。その単数の、現在形ですね。の、疑問文ですね。前回やった通りです。はい。does ですね。does、はい、does プラス主語プラス動詞の原型で疑問文ですね。はい、前回やったのが、does he like テニスでしたっけ。 does he play テニスでしたっけ。なんかそんな感じだったと思います。で、何々しますか。 play かな、do you play テニス。 do you、 you は二人称、その時は do でいいんですけども、それをですね、三人称なんで does に変えるだけなんですよね。 do you play tennis? does he play tennis? みたいな感じですね。はい。例文3つ。1個目。 does she have a car? 彼女は、車を持ってますか。はい。彼女は車を持ってますか。does がつきますよね。で、三人称単数ですよね。それで、動詞がきますけど、これは原型ですよね。はい。does she have a car? これは、二人称の場合は do you have a car? do you have a car? とか言うじゃないですか。それと同じですね。does になったということですね。続いて、does Ray watch TV? does you watch? do you watch TV? だから、わかりやすいので覚えてるといいですね。それをちょっとね、変えるという部分ですね。今の分かりやすいっていうのは、Do you watch TV? っていうのは、すごく分かりやすいですね。僕にとっては、二人称で。それを三人称なんで、レイっていうのはね、三人称ですから、ね、does に変えるということですね。Does Ray watch TV? ここは原型ですね。watch, do とかなんないですね。原型ですね。はい、最後。Does Mr. Murray cook?動詞の原型ですね。はい。まあ、クックで料理って幅広い意味なんで、クック、なんとか、あ、まあ、なんとかって入れてもいい。クック、チャイニーズ、ん?中華料理ってなんだろう。フレンチでもいいね。Does Mr. Murray cook French? っていうのかな。そのフレンチとクックの間になんか接続詞が来るかもしれません。ちょっとそれ僕わかりません。はい。ここではですね、Does Mr. Murray cook? これは、二人称で言うと、Do you cook?Do you cook? Recently? とかで言うわけですね。Does Mr. Murray cook? だから Do you? なんとかって思い浮かべて言うといいけど、でもそうすると会話に時間かかっちゃうんですよね。だから覚えるにはね、僕の方法としてはまずだから簡単なので覚えて Do を Does に変えるんだな。で、3人称だから、その人が森さんだったら森さんだなと。Do Does Mr. Murray cook?っていうことですごい頭を使うんですよね。慣れてないんでまだ。はい。一応そういう覚え方ですね。ということで、はい。今日やってたのはですね、三人称単数、現在形の疑問文、前回と一緒ですね。次回はですね、文法ではですね、三単元のですね、疑問文の答え方ですね、をやりたいと思っております。はい。ありがとうございます。以上です。